はい、もみです。今日も一日を撮っていきたいと思います。なんか電車でね、隣に誰も座ってくれなくて、なんかそういう時って、ちょっと肌から見たら自分変な人に映ってるのかなって不安になりません？今日は一限があったんですけど、まあね、結構寝坊しちゃって今日は3限から受けます。で、遅刻してるくせに反省してないように見えるかもしれんけど、めちゃめちゃ反省してるし、めっちゃ落ち込んでんねん。友達も休んだりとか遅刻する友達だったら多分まだ罪意識低いと思うんですけど、友達がめっちゃ真面目に一限も絶対行くし、授業絶対受ける友達なんですよ。だからその分余計に自分が、そう、自分がめちゃめちゃ悪く見えてめっちゃ落ち込むんですね。じゃあ私も不真面目になればいい。一緒に不真面目になれる、じゃあ授業が始まりました。では次を始めます。私は法学部の政治学科に所属しているんで、主に政治の勉強をしています。今日は犬が4匹、かわいい動物が好きすぎるアドリー撮りました。足元にキリン買ってみました。皆さんこれパッと見どう読みますか？まず横にした、横じゃないわ、縦か。空き小屋やから人が少ない。人が少なくなったらめちゃめちゃ走りはしゃぎまくる。恥ずかしいって。行こう行こう。めちゃめちゃベストスポットじゃん、人おらんくて。あそこの中心とかで歌ったら面白いな。大学の中心で歌う。虚しいだけ粉雪心まで強くなんか染められたなら、二人のでも意外と見てないやろ。二人の孤独を、粉雪歌ったよな。せやな、粉雪やんな。粉雪歌わないんですかって言われたもんな。孤独を分け合うことができたのかい。もうちょっと大声で歌った方がいいかもしれんけど、あのそこまでの時はマイアン卒業するからガールズルールとこ。あ、そうや。じゃあ白石麻衣さんが卒業するってことで、マイアンバスは進む、マイアン空は遠き圧で使わいい、マイアン。はい、次は語源の授業を受けていきたいと思うんですけど、タイトル見た感じもうめっちゃ難しそうな話してるじゃないですか。だから内容はあんまり私好きじゃないんですけど、けど先生がひねくれてて、なんかそれ聞いてるのが面白いんで受けてます。ここでもいいです。もうすぐ友達と晩ご飯を食べに行くんですけど、明日ゼミの発表があるらしく、集まってはるので、私はここで待っときます。今はご飯を食べに来てます。すごい。ココナッツミルクのスープでございます。ありがとうございます。こちらもうすでに出来上がっておりますので、お好きなタイミングでどうぞお召し上がりください。わかりました。あ、いい匂い。本番が生きたね。来た。自分の来たね。ありがとうございます。じゃあ、どうぞ気になってお召し上がりください。はい。どうもこれ。じゃあ、充電切れそうなんで終わります。